おしんでございます。お元気でお過ごしでしょうか。本日もね、ようこそお越しいただきました。皆さんがね、もう本当に元気でいていただければね、本当嬉しいと思います。本日のテーマはですね、悪循環から抜け出すっていうね、お話をさせていただきたいと思います。実は先ほどですね、まあ仕事柄でね、いろんな方からご相談をいただくんですけども、まあその中でですね、よくですね、こう昔から結構自己啓発系のまあトレーニングというかね、リーダーシップとはとか、まあ仕事をする上でとかね、こういろんな話をこう結構してきてはいるんですね。で、最近はね、ちょっとなんかこうしてないなぁなと思っていたんですけども、それで先ほどちょっとね、相談が来た時に、まあなるほどなぁなんてこう思いながらちょっと思い出したもんですから、これをぜひね、ちょっとお話ししたいなと思ったんですね。で、そのまあ状態どういうことかっていうとですね、例えば皆様が、あなた様がアドバイスを求めたとしますよね、相手の方にね。例えばメンターだったり師匠だったり先輩とかね、上司とかいらっしゃるじゃないですか。求めた際にですよね、実際にそれをまあアドバイスをもらうじゃないですかね。もらったとしても、それを言われた通りに実行できれば100点満点ですよね。最高じゃないですか。でもこれがなかなかですね、人というのは難しいようなんですよね。それなぜかって言ったら、やっぱり人も違うし、思考も違うし、理解力も違うんでね、やっぱりズレっていうのがこう出てくるわけですよね。そのズレっていうのを効率よくするためにはどうしたらいいかっていうと、やはりアドバイスをもらったことを理解して実行して100点満点にするっていう一連の流れっていうのが非常にこう大事になってくると思うんですね。ですから A さん B さんといった時に、 A さんは言った通りにスムーズにできるんだけども、 B さんなかなかできないとかね、っていうのがあるわけです。で、実際私もですね、今までいろんなお仕事等とかでもそうですも、当然私もですね、B さん側だったんですね。で、教えてもらってもできない。じゃあなぜできないのかなって言った時に、それはやっぱりその読解力だったんですよね。それをこう理解がなかなかできなかった。それ活かせるっていうところにいかなかったんですよね。それを実際にどうしたら、どういうね、思考になっているのかっていうことでね、ちょっと今日はお話をね、細かくこう分析してお話をしたいなと思ってお伝えしたいと思っております。まず一つ目、一番大事な点は何かと言いましたら、まずは聞くという力になりますね。自分のね、考えていることとか思考とかっていうことよりも、まずは自分がこう聞くっていうところなんですけども、自分自身がまずはそのアドバイスの通りにまず話を聞くっていう状態をちゃんと姿勢が取れてるかっていうことなんですね。マインドが、これがですね、結構実は最初に最も重要な点なんですよね。当たり前だろって言われると思うんですけど、実はこの当たり前が実はなかなかできてない方が多いってことなんですね。なんでかって言いますと、この準備っていうのがありましたね。思考にはこの準備っていうのは何かって言いましたら、自分の答えを持ってるわけですね。まず答えを、それは自分の答えですよね。で、今聞こうと思っているのは、そのアドバイスをもらう方の余裕のこの空っぽという思考を持たなきゃいけないわけですよ。これがない状態で自分の答えだけを持って聞こうとしても、実は全く入ってこないっていうことなんですよね。よくありません？あると思うんですよね。ですから実際にその聞くっていうのは結構当たり前のにやっていてもなかなか難しいってことなんですね。ですから自分自身でですね、こう聞くっていうのがまず体制が整っているっていうことが非常に大事になってきます。で、その自分の答えを持っていたとしても、聞くという余白をしっかりと持った状態で聞くことができる。これが整ったら次2番になります。2番、今度は理解をするってことなんですね。理解をする、これ何かっていうと、簡単に言うと受け止めるってことですね。受け入れるとかね、これを入れることによって自分の答えがあっても、アドバイスをもらって、この余白がありましたね、余裕がありましたよね。この余白の中にアドバイスがここに入ります。パコッとね、入ります。そうすることによって、自分の答えとアドバイスをいただいた答えを照らし合わせることがようやくできたことが、この受け入れる、理解をするってことなんですね。で、実際にそこが初めて自分自身を
答え合わせが始まります。聞く、理解する、そして自分自身が今度はですね話をするってことなんですね。よくねアウトプットって言いますね。インプットアウトプットってよく言いますけども、実際これアウトプットっていうのが非常に大事になってきます。例えばよくですねお仕事上でですねプレゼンテーションねよくありますね。その仕事をする上で相手に何かをね伝えるとかね教えるとかね情報をね提示するってよくありますよね。何でもあります。例えばよくね私がよく行くのが洋服屋さんとかね行くときに、いやこの洋服はですねこういう風なシルエットでこういう時に合いますよとか、どこどこで作られてどこどこさんのものを使ってますよとかってありますよね。でも実際にそれの提示の仕方っていうものね、アウトプットを彼店員さんはしてくれるわけですよね。学んだことね情報を伝えてくれるっていうことが私にまずちゃんと伝わらなければいけませんよね。ですから聞く、理解する、そして伝えるね、話すってことですけども、この話すっていう伝えるっていう部分ができたとしましょうね。そしてこの次があるんですね。このアウトプットのまず練習というのは非常に大事になってきます。ですから仕事上でもねよくね営業の仕事をしてた時は今のねそうですけどもね、そういう仲間同士で練習したり、自分自身で、まあ、鏡で見てやったりとか、今だったら携帯で撮ってね自分のプレゼンテーションを話して録画をして自分が確認して、もしそのように話をされて興味が湧くかどうかっていうね、うん、理解ができてるかどうかっていう内容を話せてるかなっていう練習をよく営業の方ってたくさんされると思うんですけど、ぜひねやったことない方はやっていただければなと思うんですね。なんか実績伸びないなと思う時ほどやった方がいいかもしれません。であとはですね最後の実際に伝わるなんですね。ここが非常に大事になってきます。自分がですねよくこういうことがあります。自分の気持ちを伝えてますと、人とコミュニケーションを取るのが苦手なんですって方がねいらっしゃいます。私もそうでした。もしあなた様が人と話をしている上でなかなか自分が言ってることを相手の方に理解してもらえないんだよなという時があったとしますよね。それ何かと言いましたら伝えてはいるんですよね、うん、多分話してる、思ったことも喋ってる。だけども相手や周りの人たちがポカーンとしてたりね、あみたいな感じのって寂しくないですかね。寂しいですよね。よくそんなねご相談多いんですよね。自分が言ってることがなかなか伝わらないんです、本音で言ってるんですけどねとかってあるんですけども、ここが非常に難しいんですね。人っていうのは一番冒頭で言いましたよね、人も違うし理解力も違うし思考も違いますから、あなたのままで相手もねあなたと似たようなタイプの方だったらまんま喋っても伝わりますよね。でもそうじゃないですよね。やっぱり10人通りであり100人で100人通りでありますから、やはり人は違います。で経験値も違いますし理解力も違うし、やっぱり自分のねレベルも違うわけですよね。でなった時に一番大事なことは何かっていうと、この最後の伝わるってことなんですけど、これ何かって言ったら、相手があなたの話を理解しているかどうかなんですね。ここが大事なんです。これが最終ゴールですよね。なぜ契約につながるのか、なぜ相手があなたのことを理解してくれるのかっていうことは、最終的にここしかないようですよね。頭じゃみんなわかるんですよね。私もそうだったんですね。でもですね、自分が学んだことを相手に話して相手が理解してそれを購入するとか欲しいなとか興味を持つっていうのは、そこに伝わったという証拠なんですよね。この形になるまでが実は4つの段階があるってことなんですね。この4つの段階を踏まえて、実際に自分自身が本当にできているかってことを確認しながらやるっていうのが、実は最大の学びだっていうことなんです。どれだけ優れた方から教わったとしても、どんだけ素晴らしいコミュニティの中にいてね学んだとしても、カリキュラムやったとしても、ここにたどり着かない限り必ずね結果っていうのはついてこないわけですね。ですからよく言いますよね、このねチャンネルの中でもいろいろ話をしてきたと思います。ね、自分自身がどれほど素晴らしいものを学んできたとしても、有能な方のそばにいたとしても、なぜうまくいかないのかですよね。さあ何かって言いました、この4つの段階を踏まえて自分のものにしていないからっていうことなんです。ですから私もいろんな方たちに今までね、多くの方たちにねいろんなこうトレーニングやね
いろんなアドバイスをさせていただいてきております。でその中で一番大事なのは読解力、そして理解力ってことなんですよね。ですから、分かりましたかこの内容がってよく言います。私結構意地悪なんですね、ド S なんです分かってますか？ ありがとうございます、ね、ありがとうございます。分かんないけどもね。でもですね、少なからずこのチャンネルをご覧いただいているお支援を知っていただいている皆様であれば、あなた様であれば、私が言うということをね、ご理解いただけるんじゃないかと思うんですね。で特にですね、私はありがたいことに一流と言われる、超一流と言われる営業マンの方や超一流と言われる方たちからたくさんこうお時間をいただいてお話を伺ってきております。ですから私自身が経験したことなんていうのは本当一部なんですよね。こうお話させていただいているっていうのはほとんどの8割9割がそういったもう特別に特化した方たちから教わっていて、そういった方たちがどのように人に教えているのかっていうことにものすごく興味があったんです。ですからいろんな自己啓発やいろんな成功者の方たちに会ったとしてもほとんど聞くことはここだったんですね。自分がすごいことになることをね、いろんな自慢して教えてもらうことよりも、その成功者で結果を出している方たちがどのように人に教えているのかっていうことにものすごく興味があったんです。ですから私はありがたいことに自分よりも能力の高い方とか自分よりも結果を出す方たちが周りにたくさんいてくださっております。でね、ちょっと話ずれるかもしれませんけども、前にですねこう話したことあるかもしれません、チャンネルの中でもね、実際にどんな方が成功するのかですよね。次年性、多年性、無年性っていうタイプがあります。3つのタイプがあります。次年性というのはまず何かって言いましたら、自らエンジンをかけてエネルギーを燃やせて動ける方。そして次、ね、多年性です。多年性というのは、誰かから火種をもらってようやく動ける方。ね。そして無年性というのは何かって言いましたら、全く火がつかないで自分のペースの中でしか生きていけない方。っていうことになります。で、一番多いタイプは何かって言いましたら、2番の実は多年性なんですよね。特に日本の教育っていうのはね、教えられたことのままやるんですよっていう教育のままで生きてきてますよね。で、大学ぐらいとかね、専門ぐらいに行って初めて自分でね、単位を取るためにとか、どの教ね、授業を受けようかなっていうことを初めて考えたりとか、自主的にやるっていうことが始まりますけども、まあ高校でもね、だんだんこう自主的なね、大学みたいなね、単位の取り方、点数の取り方っていうのがだんだんできてきてますけども、やっぱりそのね、選択をした中で答えを出すっていうのが多いですよね。ですからいろいろね、授業の中でもね、国々見ていくと、例えば私もね、友人がクモンをね、経営してるのがいるんですよね。いろいろ話を聞いていくと、国々によって同じ小学生、中学生でも、質問ね、1たす1は2、っていうのが、で、日本はね、1たす1っていう質問が出ているけども、他の国だと、2が何と何を足したら2になるのかとかね、いろんな足し方って結構国々によって違うわけですよね。ってことは、その思考の違いだってことなんです。ですから実際に自分自身がどのような形で人に物事を伝えられるかっていう時に、教えてもらったまんまやるのも OK ですけども、特に一番大事なのは、教えてもらって聞いて理解ができて、そして話してみて、そして伝わるという段階まで行った最後のこの5番目ですよ。5番目にようやくプラスアルファで自分のプラスアルファを乗せるんですね。そうすると相手に伝わる量っていうのが初めて増えるわけです。ですから自分自身がまずやりたいことをやるのではなくて、どうしたら伝わるのかっていう点、相手に伝わるゴールができてから自分のものをプラスアルファにするんだよということをご理解いただけると素晴らしいね、結果がまたついてくるんじゃないかなと思うんです。これは人とのコミュニケーションでもそうですよね。一番冒頭で話しました。なんか思ってる自分の話をしてるんだけど、なかなか伝わらない。なんで伝わらないかというと、相手に理解ができる内容を話せてないからっていうことなんですよね。簡単に言ってしまうとですね。ですから自分の話すことを理解してほしければ、相手が理解できるような話をするっていうことですよね。こういったね、話し方って非常に大事ですけども、やっぱり自分自身を生かすためには周りを生かさなければ自分が生きませんよね。
ですから自分の身勝手なね言葉遣いの中で言ってしまっても相手がね理解できなければいつまでたっても一人ぼっちです。ですからそういった自分自身が伝えるっていう部分で自分がね理解を求めるっていうことがありますから、こう悪循環から抜け出すためにっていうのは自分が素晴らしい循環の中で生きていきたいわけですから、今の自分のなかなか伝わらないやり方のまんまでプレゼンテーションのまんまで人とのコミュニケーションのまんまでいてしまってはつまらなくなってしまいますよね。それを少しでも、ね、いい循環の中に行くためには自分自身をブラッシュアップして聞く、そして話す、そして理解をしてもらう、ね、そして最後に伝わるという点を磨いていただくと、さらにあなた様が実際また素敵なねあなたに出会えるんじゃないかなと思います。また皆様に何かご提示できることをね一緒に共感できればなと思っております。ではまた次回もよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。このチャンネルでは、人生を好転させられるようなこと、そしてうつ病、借金、家庭崩壊を乗り越えてきました経験者の私の目線で、お話をさせていただいております。またですね SNS 等もやっておりますので概要欄からぜひチェックの方をしてみてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。